ェルスタッペン対ハミルトンのお話。まあ大前提としてやっぱり今回フェルスタッペンはレッドブルがセットアップ失敗してて最高速が遅いっていうのがあったんで、一回抜かれてしまうともう抜き返せないだろうなっていうのはあっただろうし、逆に一周目を抑え切ればなんとか勝ちが見えてくるっていうことも思ったんでしょうね。スプリント予選の展開見ると。まあスプリント予選はちょっとハミルトンが抑えて走ってましたけどね。本当にロングラン一発っていうところで状況を見るために。ただまあそういうその大前提として自分たちセットアップ失敗してる、結構メルセデスに対して苦しい、下手したら同じペースで走るためにタイヤ自分たちの方が酷使することになるかもしれないっていう、やっぱり大前提があった上での一周目の激しいバトルだったかなと思うんですけど、当然ハミルトンは地元だから絶対勝ちたい。スプリント予選も自分が遅くて負けたわけじゃなくて、単純にスタートでホイールスピンしただけですからね。それ以外で負けてるとこなかったわけだから、あそこで絶対逆転してやろうっていう気持ちが強く出てるっていうのは明らかにわかりましたよね。ちょっとハミルトンのオンボードの方から説明していきたいなと思うんですが、1コーナーですね、これは。スタート直後、実はもうハミルトン1回1コーナーで並んでるんですよね。加速的にはフェルスタッペンがあまり良くなくて、ちょっとホイールスピンしてて、ハミルトンイン側並んでて、まあ正直ちょっとこれもハミルトンのコーナーじゃないっていうぐらいのところなんですよね。オンボードを見ても、まあこれぐらいのところで、まあほぼ並んで入っていってるんで、このまま行ってもいいぐらいなんだけど、マックスはもう外側、はっきり言って白線の外まではみ出ちゃってるんだけど、それでも譲らず、で、このまま戻ってきて、もう左フロント当たりそうになるんですよね。で、実はハミルトンこれ一瞬ブレーキちょっと触って減速してるぐらいです。だから正直この時点でもちょっとおいおいっていうところはありますよね。ハミルトンもいつも以上に攻めてるし、今まで例えば、ポール・リカールとかレッドブルリンクだったらここで入ってたとしてもまあ引いてたかもしれないですよね。マックスがこういう風に来ると。だけどまあハミルトンもここまで1コーナー割とチャンス狙ってきた。でもまあここでは一回やっぱり引いてるわけですよ。でマックス側から見るとまあハミルトンここにいるのにもかかわらずまあ完全にこれエーペックス向かってまあ譲り気なしで行ってますからね。これもはっきり言ってターンラインのアプローチの映像とそんな変わらないような気が僕はします。というぐらい、まあ、これを見て、すでに、ちょっとやべえな、という感じはしました。完全に出てますからね、ここね。ここなんかよく見ると、ね、ラオフエリアにレイングルーブみたいなの入ってて、割とグリップ高そうなんですよね。で、まあ、こういうことがあったんで、この、1コーナーから出て、2コーナー、3コーナーって、当然、フェルスタッペン苦しくなるんで、ライン取り的には苦しいんで、3コーナーはインを守りますよね。で、もう、それ分かってるから、ハミルトンは思いっきりアウト側に振って、理想的なラインで3コーナーを立ち上がろうとする。で、次立ち上がって4コーナーも、ハミルトンは理想的なラインでアウト側に取る。これに対して、フェルスタッペンはイン守らなきゃ、まあ当然イン突っ込まれて抜かれますから、イン守る、インベタで行く。で、この4コーナーからの加速。つまり、この先のウェリントンストレートの加速が、フェルスタッペンは厳しい、ハミルトン理想的に立ち上がる。で、もうはっきり言って、これ全然スリップすら使わずに、ハミルトンはわーって、フェルスタッペンに一気に並びかけちゃう。なんならもう抜いちゃうっていう、このターン6のアプローチの時点で、ハミルトン前に出てるんですよね。なんだけれど、マックスはインをキープして、かなりレートブレーキで突っ込んでくる。で、これに対してもハミルトンは、当然イン見てるから、ハミルトンは、当然リスクは犯さないですよね、そんな無茶苦茶な。でも、はっきり言っていつものハミルトン以上にかなりアグレッシブに攻めてるなと思いました。で、マックスは、ハミルトンはどうせ引いてくれるだろうと思ってるから突っ込んでくる。で、まあ、これね、だからここに行って、こっからイン、ドーンって来られるんで、さすがにちょっとそれないんじゃねっていうのは若干ありますよね。フェルスタッペンはまあレートブレーキで、なおかつまあ半分狙った通り、ターン6の外側ギリギリまで行って、ハミルトンのラインを潰すっていうことをやってますよね。これターン6というかウェリントンストレートのフェルスタッペン、ハミルトンですけど、まあこういう感じでね。で、なんならこのマックスはハミルトンが横からスルスルスルってこう並びかけて抜いてく、でタイヤがギリギリのところで若干右にステアリング切ってさえいますからね。うわーっていう感じの、そこまでやるっていう感じですけど、で、この状態でアプローチするにもかかわらず、ハミルトンを引いてくれるだろうっていう感じでドーンって入っていくっていう、まさにイモラの
スタート直後の1、2コーナー、2コーナーで、まあ実際当たってるわけですけど、ちょろっと。とか、スペイングランプリのスタート直後の1コーナーも同じように、フェルスタッペンはアグレッシブにハミルトンのインに突っ込んでますよね。で、ハミルトンは引くだろう。ハミルトンはリタイアしたくない。絶対リタイアしないから引くだろう。自分がアグレッシブに行けば引くだろう。もしここでフェルスタッペン突っ込んでいって当たったら、これ完全にフェルスタッペンが悪いってなる基準なんですよ、これ的には。だけれど、突っ込んでいけば、ハミルトンは引くだろうっていうドライビングしてるわけですよね。当たんなかったから審議にもならないし、ペナルティにもならないし、まあ一周目の攻防だからってなってますけど、僕はちょっとこれが、そのイモラでもそうだったし、バルセロナでもそうだったし、まあ今回もマックスはこれをやってるっていうのが、若干伏線になってるかなっていう。で、ハミルトンはイモラでもバルセロナでも引いたけど、もう今回は地元レースなんで、それは引かないですよね。絶対勝ちたいと思ってるわけだから。まあ6コーナーでこういうことをやられたんで、まあマックスは当然アウト側いっぱいまで広がっていくから、ターン7のターンインはちょっと厳しくなりますよね。で、それに対してハミルトンはそれ分かってるから、今度自分がアウト側に振って、ターン7を理想的に立ち上がれるラインでいく。立ち上がり重視でターン7アプローチするっていうことをやるので、次のこっからの立ち上がりでスリップに入るし、で、マックスはハミルトンがスリップ入ってるの分かってるから、インにブロックライン取る。で、さらにインに寄せてくるけど、ハミルトンはこの1台分ギリギリのスペースに並びかけていく。まあ、それはそうです。だって、ここの時点で速度差が今10キロぐらいあるんで、確か300と310ぐらい差がありました。ここの時点で。最終的にハミルトン313か314まで行ってましたけど、スリップ抜けた後に若干差散るんで、下がってましたけど、でもその、車速差があるんで、ほっといてもまあ、ハミルトンがスロットル戻さない限りはそのまま自然と並んでくんですよね。で、並んでって、この状態で、ターンラインアプローチなんですよ。で、これをサイドバイサイド完全に並んでいると見るか、ハミルトンの方が後ろと見るかによって、このコーナーの優先権決まるわけですよね。前回のオーストリアグランプリのノリス・ペレス、それからペレス・ルクエルの時にも言いましたけれど、今のスチュワードの判断基準っていうのは、このアプローチからエーペックスまででどっちが前にいるか、まあ、もしくはサイドバイサイドで並んでいるかによって、どっちかが前にいれば優先権があるし、並んでいればお互いにスペースは残さなきゃいけないねっていうことになる。こっから次が、まあ、こういう風に入ってくるわけですけど、まあ、この時点でハミルトンはフェルスタッペンよりも後ろにいますけど、それは当然このターン9に対するラインがハミルトンの内側なんで速度は遅くならざるを得ないですよね。フェルスタッペンは譲る気なく、いつもと同じ、ほぼ同じラインで、いつもと同じ車速をキープして走ってるんで、当然ハミルトンのが先に減速してて、車速差があるんでこういう風にまた下がっていくっていう、この位置関係が変わっていくっていう。で、変わっていって、ここまで下がったところで当たるんで、ハミルトンの左フロントとフェルスタッペンの右リアが当たるっていう形になった。ここが、だから、スチュワードとしては、ハミルトンの方がわずかながら後ろにいた。で、なおかつ、このイン側にまだスペースがある。つまり、エーペックスに完全につけていない。で、もしハミルトンがもうちょっと反射新聞イン側にいたら当たらなかったよね。フェルスタッペンがこのライン取ったとしても当たらなかったよね。だから、ハミルトンがこの事故を避けることができた。まあ、一方的に、ハミルトンが 10-0 でこの事故が起きた責任がある。まあ、事故が起きないっていうことがまず大前提。事故を起こさないってことを大前提で話すので、スチュワードの最低っていうのは。じゃあなんでこれが起きたのか、なぜ避けられなかったのかっていう視点で見ると、ハミルトンがもう一車新聞内側のライン走ってれば当たらなかったよねっていう判断。だから、ハミルトンに、10-0で悪いので、ハミルトンがペナルティっていう最低になってるんですね。